11月12日月曜日、今日の天気は曇り、最高気温は16度の予想です。豊島情報スクエア始まります。大塚エリカです。11月12日月曜日、豊島情報スクエアです。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日11時から生放送でお送りする豊島区の広報番組です。区役所本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオからお送りしています。また再放送はご覧の時間帯にお送りしています。さあ、それでは今日の番組スタートです。区民の皆さんの健康増進を図るため、日頃からできる体操やストレッチなどをご紹介している原口先生の生き生き帝京池袋接骨院。今日はですね、何かと話題のあの筋肉体操をなんと原口式でご紹介します。というわけで、ではゲストのご紹介です。帝京平成大学ヒューマンケア学部柔道整復学科准教授、帝京池袋接骨院の原口力也院長です。先生、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、さあ先生、今日のテーマは、はい、今日はですね、レッツ筋肉。はい、レッツ筋肉ということでね、まあ、皆さんにちょっと筋力トレーニングの方法ね、はい、お伝えしたいんですけど、まあ、確かに筋肉ってのは大丈夫です。裏切りませんからそうですよね。そうなんです、筋肉は裏切らない。そうなんです、うん、ちゃんとやっていただければちゃんとつくので、はい、まあ、もちろん気をつけなきゃいけないことってのはあるんですけどね、はい、まあ、それも踏まえてちょっとやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちなみに先生もね、やっぱり筋肉かなり終わりですよね。はい、はい、まあ、もちろんそうですよね。こう皆さんにお教えするのに自分がちょっとこれだと具合悪いので私もそれなりの多少はやってますからね、うん、なるほど、はい、でも先生のようながっしりとした筋肉をつけるためにって、はい、どうしてもなんか私みたいな素人ですとハードなトレーニングをなさってるようなイメージ、はい、例えばこう、うん、なんて言うんですか、ダンベルとかですよね。ダンベルとか、そうそうそう、はい、あのバーベルって言ったっけ、はい、とかっていう、そういう重たい大きなものを持ってせっせせっせと毎日トレーニングされてる、そんなイメージがあるんですけど、実際は先生どうなんでしょう。まずはですね、そういう重いダンベルとかを使わなくとも筋肉を鍛えることは可能なんですよね。お、可能ですか。はい、じゃあどういう負荷、重さ、うん、っていうのは自分の自重というやつですね。自由、自重、自分の重さ自重、まあ、体重だったり重力だったりっていうのを使って筋肉を鍛えてあげると、はいはい、あ、なるほど。これはまず手軽ですよね。そうですね、まあ、無理のない範囲で。そうです、そうです。一番簡単なのはよく言うこう腕立て伏せですよね。お、これは自分の体重重力を使って押す、はい、これが負荷になるわけですよね。じゃあその時にどういう負荷のかけ方をするか、どういうポジションでやるかによって全然負荷量が変わってくるんですよ。ああ、なるほど。まあ筋肉を強くするにはちょっとね、辛いところまでやらないとなかなかついてこないんですよね。今日はちょっと追い込むというところまで。おお、ちょっとね、じゃあ一歩踏み込んだトレーニングもということですけど、はい、でもですよ先生、筋トレしたいと思っても、うん、実際あまり筋肉のこと私知らないわけですよ、うんうんうん、だから何がどういう場所にどのように効いているのかとか、はいはい、そういうの知った上でトレーニングする方がモチベーションも上がりますし、はい、実際ついてくる場所とかも意識できて、はい、こうコツコツと積み重ねていけるんじゃないかなって思うので、まずは筋肉について教えてもらえませんか。はい、はい、そうですね、はい、では皆さんちょっと今日はね、問題を用意してきたんですけども。お、問題、はい、ではちょっと見ていただきましょう。はい、はい、まあ、人間の全身ですね、筋肉、はい、さあいくつあるんだろうかと。筋肉、全身ですよ。はい、筋肉、要はあれですよね、上腕二頭筋とか。そうですね、そうですよ。なんかひらめ筋とかおっしゃってるやつですね。どのくらいだと思います。120個、私120個も筋肉の名前知らないんですけどあ、そうですね120個。いや、でもな、いやでももうちょっとあるかな。300。あ、300。2番。あ、なるほど、正解は3番ですね。あれ、え、600個あります。600個あります。筋肉が、筋肉が600個あるんです。筋肉600個も名前ついてるんですか。ついてます。600個あるんですけども、はい、その中に自分で動かせる筋肉、はい、皆さん自分で動かせる筋肉ですよ、はい、これは400個ぐらいです。400個もあるんですか。400個ぐらいあります。
だから逆に残りの200個というのは、はい、心臓もそうですよね。あとは内臓とか、はい、こういう勝手に動くような筋肉、あ、こういうのが200個ぐらいです。あ、でも200個もあるんですね。そうです。で今日はその骨格筋といわれる自分でこう動かすような筋肉のトレーニングということになりますよね。はい、はい、まず400、じゃあ400全部鍛えるよということではないんですけどもね。それはちょっと気が遠くなりますものね、はいはい、大変ですからね、はいはい、でどんなトレーニング、ね、教えていただけるかも楽しみなんですけど、うん、筋肉には役割があるんですよね、うん、はい、もちろん筋肉、まあ、つけるといろんな効果があるわけですよね、はい、じゃあその第一の筋肉の役割としてはまず動くですよね。動く、筋肉があるから人間動くことができるんで、はい、まずはエンジン的な役割ですよね、うん、ね、これがしっかりついてくれば当然動きやすくなるということですよね、はい、うん、はい、で2つ目がですね、はい、重力に逆らう。逆らう、はい、人間重力の中で生きてますからね、はい、それに逆らうための筋力、はい、強いては姿勢ですよね、うん、姿勢がまっすぐキープすることができる、うん、これも重力に逆らっていることになるんですか。そうなんですよ。だから筋力がないと重力に逆らえないということになるので、だんだん地面に近くなってきて腰が丸くなっちゃうよとかっていう話になりますからね。で3つ目が今度熱を作る。熱を作る、はい、はい、熱を作るというのは人の体っていうのは恒常性といって体温をキープしようという力があるんですよね。うん、で体の中で筋肉が一番熱を作ってくれるところなんです。へ、筋肉を動かすと熱くなりますよね。はい、なります。あとはよくおトイレ行くとちょっとブルッとしますよね、うん、ブルッとしますよね、はいはい、あれは体の中からあったかいのが出ていっちゃいますから、あ、体温がちょっと下がっちゃいます、はい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 、その時にちょっと体温を上げようとして体が勝手に筋肉をブルブルブルッと動かして熱を上げてるということです。へえ、震えているのは熱を作るためなんですね。そうなんです。知らなかった。なので筋肉も必要ですよね、はい、あと4つ目として力学的ストレス、うん、要は筋肉があると、まあ、外からの力に対して逆らえると、うんうんうん、まあ鉄の鎧みたいなもんですよ、ね、お、筋肉の鎧を、はい、筋肉の鎧をつけ ていると、はい、あとは成長ホルモンの分泌ということで、はい、まあ、筋肉をトレーニングすることで成長ホルモンが分泌して、はい、まあ、活動性が高くなったりとか若々しい体ということになりますよね、はいはい、なるほど。まあ、今役割教えていただいたわけですが、うん、これらの筋肉ですね、やっぱり筋肉と一口に言ってもいろんな種類があるんですよね、はい、ありますね、はい、まあ、実際どんなのがあると、よく皆さんインナーマッスルって言葉聞きますよね。はい、聞きます、はい、これはまあ深層筋と言われて、どちらかというと支える筋肉になってくるんですけども、はい、今日特に鍛えるっていうのはアウターマッスル。アウターマッスル、アウターマッスル、外側ですから、こう見た目にも、あ、筋肉が大きくなったよねっていうのは分かりますし、で大きい筋肉ですから力を発揮することができます。なるほど。当然自分の意思でも動かせます、うん、まあ、その反面というわけではないんですけども、はい、疲れやすいと。疲れやすい、疲れやすい、筋肉のトレーニングをすると筋肉は疲れやすい。インナーマッスルの方が持久系の筋肉になるんですよ。アウターマッスルはパワー系なので、はい、やっぱり疲労というのが出てくるんですよね。なるほど。あとエネルギー、どういうものをエネルギーにしてるのっていうと、はい、アウターはですね、糖質なんですよね。糖質ですから、すぐエネルギー、食べたものをすぐエネルギーとして使うと。あ、脂肪じゃなくて、じゃなくて糖質を燃焼させるんですね。ですから脂肪燃焼をということであれば、うん、はい、インナーマッスルの方を鍛えるし、うんうんうん、ちょっと体を大きくして、うん、まあ、鍛えましょうということはアウター系の、うん、そっちの筋トレをすると。お、目的によって、はい、鍛える場所、そして鍛え方も違うということなんですね。はい、なるほど。さあ、そしてそのアウターマッスルに関してですが、その中でも種類があるんですね。はい、アウターにもですね、はい、赤と白というのがあるんですよね。はい、まあ、筋肉にはですね、瞬発力っていうのと、はい、まあ、持久力、はい、こう種類が2つあるんですよね。はい、うん、で書いてある通り、まあ、速筋と遅筋というやつなんですけども、はい、まあ、早く動く筋肉、瞬発系の筋肉、うん、これは白筋ですよね。白、白筋、白筋、白、白い筋肉。そうです。これ実際に白いんですか、筋肉が。実際に白っぽいです。白っぽい、はい、まあ、お魚の白身、はい、白身魚ね。白身と赤身と考えていただければ、はい、一番簡単ですよね。え、じゃあお魚さんも実際に速筋と遅筋がの量によって、あの白身赤身に分かれてる。そうです。そうなんですか。そうです。ですからマグロっていうのはマグロの白身ってないですよね、はい、マグロの赤身ですよね、はい、赤身ということなので持久力なんですよ、うん、あ、ずっと海で泳ぐから。ずっと泳いでますからね。はー、じゃあヒラメの白身は、うん、ずっと寝てるわけじゃないですけどね、はい、逃げるときにペペペペって逃げますよね。は
あれは瞬発力なんです。逃げる時だけこう筋肉を使うから速筋。そうなんです。で白身ということね。白身、白白筋。そうです。なるほど。人間もお魚さんも同じなんですね。そうなんです。なるほど。で今日は瞬発系なので、はい、それをトレーニングするには、はい、やはり高負荷。高負荷。高負荷。低回数、うん。回数は少ないけども重い負荷でやりますよっていうトレーニングになってます。高負荷で高回数じゃなくていいんですね。低回数でいいんですね。だいたい10回とか。そのくらいできる。あ、それはちょっと10回マックスですから。嬉しいかも。はい、はい、まあ、なるほど。手軽にできると思うんですけどね。はい、はい、じゃあ実際にやってみましょう。はい、手軽にできるということで原口式の筋肉体操ですね、はいはい、手軽にできる、はい、ぜひとも高負荷、はい、トレーニングいきましょうね、はい、まずよろしくお願いします。こう胸の筋肉ですね。はい、胸。この胸もですね、大胸筋というのもあります。大胸筋の大胸筋、はい、小胸筋というのもあります。小胸筋、まあ、いろんな胸の筋肉というのがありますから、はい、まあ、これを鍛えるのに一番手っ取り早い方法としては腕立て伏せですよね。はい、腕立て伏せ、はい、ではちょっと腕立て伏せいってみますよ。はい、ぜひテレビをご覧の皆さんもですね、はい、床などでやっていただければと思います。はい、はい、まずは肩幅ですね。はい、肩幅、はい、肩幅についていただいて、はい、あ、ちょっとこれ取れちゃいました。はい、あ、大丈夫ですか。大丈夫ですよ。手を肩幅に広げるということですか。そうです、肩幅の感覚でついていただきます。はい、で、はい、まずこのポジションですね。はい、はい、ここからお尻が上がりすぎてもダメです。よくこういう方いますよね、はい、反っちゃう、これ反っちゃう方、これダメです、はい、なるべく背骨をまっすぐいきましょう。背骨をまっすぐ、そう、この状態から肘を曲げていく、はい、で伸ばす。おお、はい、きれい、いいですね。これをまず10回です、はい、10回、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、すごい、お疲れ様です。辛いな、辛いですね。はい、辛そうです。その時に今度は膝をつきましょう。はい、膝をついてもう5回。1、はい、2、はい、3、あ、4、はい、5、はい。この最後の5回というのが結構辛いんです。はい、辛そうです。これが追い込むということになりますので、ぜひここぐらいまで、なるほど、やっていただきたいな。辛いなと思ったところから、さらに膝をついて構わないので、あと5回、5回、5回ほど頑張るという。はい、今結構胸にもう来てるんですよね。来てますか。はい、来てるんです。はい、で次は今度は同じ腕立て伏せのポジションなんですけども、はい、ちょっと手を狭くします。狭くしております。はい、くっつけるイメージですね。はい、くっつけるイメージですね。はい、でポジションは同じでいきます。はい、でここから曲げていきます。はい、うわー、これもきつそう。これはどこに効くかというとですね。はい、ここですね。腕の後ろ、上腕三頭筋という筋肉、はい、上腕三頭筋、よくね、はい、振り袖とかって言いますよね。あ、言いますね、振り袖。あそこのトレーニングになりますよ、はい、これも10回ですね、いきますよ、はい、はい、ポジションここからです、はい、はい、寄せて、はい、はい、これも背中はまっすぐですね。1、2、3、きつそう。4、5、6、7、8、9、10の、はい、膝をついて、はい、1から2、3、4、はい、5、OK。この追い込むということがポイントなんですね、先生。そうなんです。はい、大丈夫。もちろん10回ではなくてね、はい、5回、5回でもいいです。5回やって、もう5回。おお、なるほど。辛いよ。運動レベルに合わせてもらえれば、はい、いいと思いますね。わかりました。だいぶできましたね。大丈夫ですか。結構きます。はい、ここからは私がやってみたいと思いますので、はい、教えてください。では次にですね、はい、上腕三頭筋。はい、上腕三頭筋。じゃあ次のものいきましょうか。はい。上腕三頭筋。上腕二頭筋ですね。上腕二頭筋。はい。この腕の前ですね。はい。はい、そうです。ここを持ってもらいます。はい。はい。手で持ちます。はい、ちょっと足を上げます。はい。はい、このキープです。ここからです。はい。ここから、はい、肘を曲げる。肘を曲げる。肘を曲げる。肘を、はい。そうです。はい、曲げて。はい、戻す。どこまで？ここ。行くとこまで。はい。はい、曲げて。そう、これはあくまでも腕の力です。腕の力を使って足を寄せてくる、はい、はい、腕がちょっとムキッとしますが、これ正しいということですね。合ってますよ、ここですよ、はい、ここですよ。この腕の筋肉を使ってるっていうのを感じて、感じながら、はい、腕にこう筋が入りますが、いい感じです。合ってるってことですね、はい、これで、はい、4、はい、きついかも。5、はい、腹筋とかは全く使わないんですよね、はい、腕だけね、腕だけ、はい、7、はい、今7、はい、何回だ、はい、8、今ね、はい、1って出たからびっくりした、はい、はい、
10の5回、はい、ここからまた5回、いや、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、です。これもう本当腕の純粋に腕の筋肉だけですから、はい、結構効いてますよね、うん、この最後の5回効きますよね、効きますね、張ってる感じがします、はい、では、はい、次行きましょうか、はい、腹筋いけますか、腹筋頑張ります、はい、では腹筋いきましょう、はい、もうこのポジションでいいです、はい、寝転がりますか、はい、あ、この後ろに手をつけましょう、はい、はい、いきますよ、はい、ここから膝を曲げます、膝を曲げる、はい、両方、はい、あ、こんなに曲げます、はい、そこまでいきましょう、はい、で、はい、伸ばす、おお、え、手はどうしたらいいですか、後ろです、後ろでね、こう踏ん張るような、これでいいですか、そうです、あ、きつい、はい、ここから、はい、何します、曲げて、はい、伸ばす、伸ばす、はい、足ついちゃダメですよ、はい、つきちゃ、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、切ります、8、はい、9、はい、10、触れない、こっからまだあと3回、あ、3回、はい、行きましょう、せーの、待って、1、はい、2、はい、3、はい、OK です、はあ、これお腹に、お腹です、すごいきますね、腹直筋結構効いてますよね、はい、大丈夫ですか、大丈夫です、はい、頑張ります、はい、じゃあちょっと一回座りましょう、はい、あのもちろんトレーニングなので、はい、皆さんの体力に合わせて回数だったりとかですね、はい、これ気をつけてやっていただきたい、はい結構きました、でもちろん休憩入れて、休憩入れて、そうですよね、これ筋トレって毎日やらなくてもいいですよね、毎日じゃなくていいんですよ、あの毎日やると逆にこう壊してしまう部分もあるんですよ、ですから筋肉をトレーニングしたら、はい、一般的には24時間、48時間ですね、2日から3日、うんうんうん、このぐらい間を空けていただきたい、おー、じゃあ毎日やらなくてもいいってことですか、毎日部位を変えてやるってのはいいですよね、あれ今日は下半身明日は上半身、あ、そういうことね、なるほど、明後日は胸の方とか、その次は後ろの方とか、あ、なるほど、こういうトレーニングのこう仕方というのが大事なんで、完全オフっていうのはダメってことですね、そうです、何かしらを鍛えましょう、そっちの方がいいと思いますね、わかりました、ちょっと落ち着いてきました、はい、ちょっと息も整ってきたので、ちょっと落ち着いてきました、ちょっとね、次のトレーニング、はい、ね、はい、お願いします、じゃあ今度は足の方、はい、もう一個ぐらいいけそうです、足の方行ってみましょうね、足の方、はい、はい、何しましょう、じゃあちょっと立ちましょうか、はい、はい、立ったままでいいですか、はい、立ったままです、はい、一般的なスクワットいきます、はい、スクワット、はい、スクワットも結構難しいんですよ、椅子いります、いや、まず使わない、はい、両足の方からいきましょう、はい、はい、立っていいですね、はい、で、この時に膝を、はい、直角90度ぐらいまで、床面とももが水平のあるぐらいまで、はい、ちょっとね、椅子があるので何もないこのぐらいまでいきたい、床と90度結構難しいですね、先生、大変でしょう、これじゃあ鏡の前とかでね、やるといいですね、はい、そうです、はい、なってるかしら、難しい、はい、2、はい、3、はい、これ喋りながらっていうのが、はい、辛いですよね、先生、はい、そうですね、こうですか、6、はい、これ手意味あるんですか、なんかまっすぐ、こうやってやるとまたバランスとかね、いろいろ頼っちゃうの、ダメ、足だけ、なるほど、はい、はい、はあ、10、はあ、来ました、あと5回ですよ、あと5回、はい、ここから、はい、1、はい、追い込むことにね、意味があるんですよね、はい、3、はい、4、はい、5、はい、これでもも前とお尻、はい、はい、結構きました、結構きましたよ、結構きましたね、かなりですよ、はい、今両方の足でやったんですけれども、はい、今度片足、片足でやる方法もあるんですね、はい、でやってみましょうか、よいしょ、はい、まあ、片足の時はね、何でもいいので、こういう椅子があるといいですね、はい、じゃあちょっとやってみますか、はい、ちょっと足を置きます。はい、そうです。置いていただいて。はい。ね、片足を、はい、ちょっとね、前傾でも構いません。前傾、はい。で、手で膝を押さえてもいいですからね。膝を押さえ、はい、押さえた方が負荷が減るんですか。減ります。はい。ちょっともうちょっと前かな。はい。はい。はい。ここから膝を曲げる。はい、スクワット。そう、そうです。そうですか。そうです。合ってますよ。これは前足に体重をかけるイメージだった。そうです。この前足にかかってます。うん。3、4、はい。5、あ、いいですよ、はい、6、7、8、はい、8、オールカの番組中、はい、10からのあと3回、あ、嘘まで行く、はい、1、はい、2、3、はい、いいですね、終わりました、というわけでね、
明日はご覧の内容でお送りします、はい、皆さんもぜひお試しください、はい、先生今日はありがとうございました。皆さんではお別れです。やってみてくださいね。ではではさようなら。